いやー、佐々木さん、二人きりになりましたね。15時半っていうと、4時間後かな。小金井シティまで移動する感じにしますか。待てよ、バットを先に取るという選択肢はないんですか。バット？あー、なるほど。それやったら、道中に洞窟があると思うんで、そこでちょっとズバッと見つけましょうか。ほな、ここ、え、飛べない？左。いや、ズバッとは飛べないですよ。あの、3段階進化目のやつしか飛べないんで。なんだ。いや、虫捕り大会初めてということでワクワクしますね。本当ですね。え、吐くんですか？大丈夫ですか？いや、実はちょっとだいぶ胃液が漏ってました。だいぶストレスに感じてらっしゃるんじゃないですか？いや、ね、寝不足の時はいつもこうなんですよ。今日は土曜日、虫捕り大会が開かれます。ルールは簡単。手持ちのポケモン1匹で強そうな虫ポケモンを捕まえられるか比べるだけです。なるほどね。強そうなポケモンを捕まえた人が優勝です。なるほど。で、まあ、ここら辺適当に行くじゃないですか。で、強そうやなと思ったやつを、ほら見て、これ、サギさん見て、これめっちゃ強そうじゃないですか。こういうちびっこはダメだ。サギさんやりました。カイロスを捕まえましたよ。素晴らしい。大体ね、優勝できるのって、カイロスかストライクって決まってるんですよ。お、いいじゃないですか。違う、もう外出ろとかじゃなくて、これ、旅やから、みんな。虫捕り大会で俺もう先終わったから帰るなってやつおる？おらんやろ？そうなんですよ。それが許されるなら私はね、あ、捕まえた。じゃないこれ。いいじゃないですか。これでとりあえず勝負できる虫は揃ったんで、出口行ってみましょう。皆さんが捕まえたポケモンの審査をいたします。3番はストライクを捕まえた虫捕りの遠道さん。ああ、緊張するわ。え、嘘 !3 番だ3番じゃないですか、佐々木さん。僕の結果を見ててください。終わった。あ、僕2番でした。ああ。じゃあ、お互いリセットということで。普通は1位が何か見とくもんやと思うけどな。はあ。4個やん、残り。そんな捕まらんか、こいつ。いや、僕の方も捕まりませんね。捕まりづらいということは、1位を狙えるということです。あ、捕まえました。お、これもらったんじゃないですか。よし、僕はこれでいきます。はい。おー、僕も来ました。いや、今回は入ったでしょ。皆さんが捕まえたポケモンの審査をいたします。3位はとりあえずやめて。え、かんぴょーじゃ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 ーん。はいはいはい、3位、オッケー。よしよしよし。よし、そう、はい、はい、次、はい、2位。おくんが3位ということは、私のスピアは。あ、嘘ははカンセル17、これいけるんちゃうか。いけるんちゃうか。あ、カイロスだ。13? いや、14で体力マックスやな。いいっすよ、もう結果発表言ってください。時間もったいないんで、もう。さあ、何位なのか。3位。え？これ、あ、僕じゃなかった。お？あ、来たんちゃう？これ。え、マジで言ってる？3位までいない。ということは？ということは？あ、ストライク限界お、捕まった。これ体力マックス14レベルカイロス、これ来たんちゃう？はい。皆さんが捕まえたポケモンの審査をいたします。結果発表、じゃ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 ーん。3番。こんなに虫捕り大会が難しいとは。なあ。簡単に1位取らしてくれるもんやと思ってた、もうちょっと。ん？何こいつ？ストライクじゃないですか。ストライク。レベルは？ 14?14、いいじゃないですか。あ、来た！お。ちょっと一足先にゴールインさせていただきます。あ、いいね。ストライク14で全然ダメってどういうことですか、これ。相手は一体何を捕まえてるんですかね。よし、もらいました。おー、来た！よし、頼む！頼む、頼む、頼む！お先に上がらせていただきたい。いや、どうなのか。じゃじゃじゃーん！ 3 番目が、こいつ、カイロス多分10。2位が、カイロス食うな、カイロス食うな、絶対来るな。あ、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 お、来たんちゃうん、これ。カイロス、カイロス、カイロス！あ、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 やったー。やったー。あ、やった。やったー。クラゲさんにこんなに喜んでもらえるとは。
いや、あと1回だけちょっとやらして、俺に。あー、ボール尽きた。マジか。ちょっとこれ一番最後に回して、卵準備しません？あ、なるほど。小金シティまで行きましょう、まず。これやる前に、イブやりましょう。おー、クラゲやん。そや、頼み事あるね。ほな、頼んだで、可愛がったりや。参りましたね。学習卒業で行きましょう。行きましょう、行きましょう。あれ、上でしたっけ？下からも、はい、行けるんですけど、ちょっと長いんで、こっちからの方が短いです。クラゲ、この辺の地理詳しいな、地元。はい、こいつに赤い鱗を見せると。いいですね。これを与えたい方に渡しとくわけですね。そうですね。クラゲバッチ落としてない。嘘！え、嘘やろ？そんなバカなことある？いや、やって、俺、あるから！よかった。よかったわ。吐くこともあった。もうビビらすげえじゃん。あ、出た。やった。スーパーボールやな。2時間近くやって図鑑増えてないが。いや、ないねんって、これ、つけ入る隙なかなか。あ、よしよし、メタモン行きました。あ、出た。出た。あ、いいっすね。よしよし。で、この動物で、マリル出るんで、僕、マリル捕まえるといけないんですよ。申し訳ないことに。滝登り用意がいないんで。なんで、このマリル待ちをしないかんっていうね。なるほど。この間に、詐欺師さんにルージュラ捕まえに行ってほしいもん、俺。今、俺、マリルやる以外に効率的な動きあんのかな。卵孵化の時に俺がマリルに行けばいいのか。そうだな。そうしましょう。作戦変更します。これ、右行きましょう。あ、ちょっと、2、3分ほどもうちょっと挑戦してもらっていいですか。わかりました。いいですよ。ちょっと胃液を出してきます。詐欺師さんすごい音鳴ってる。怖っ。マジ今の。めっちゃ吐いてるやん。いや、この胃液タイムの間にマリルお願いします、神様。なんとか。いやー、マリルも出ないし、サキさんも帰ってこんし。いやー、申し訳ない。どうなったんすか？大丈夫ですか？サキさん。こいつ別に捕まえにくいとかは。いやー、割と捕まえにくいんちゃうかな。やっぱりこう、代名詞的なポケモンですし。でも結局、このマリルはピカチュウにはなれなかったんですよ。なるほど。その座を認めたの、はい、おめでとうございます。よし。マリル、水ネズミポケモン。尻尾の先には水よりも軽い油が詰まっているから、溺れることなく川を進める。次は何するんでしたっけ？虫取り。次はね、右行って、ルジラとグライガー行きましょう。あ、出たじゃないですか。あ、こいつなんだ。サギスさんがルジラで、浮か作業をしてる間は、とりあえずまず小豆屋さんで卵を買って、まずは卵を獲得して効率を上げましょう。これしかやることない。これかクラゲさんの虫取りぐらいしか。そうな、クラゲお前しとってないんか。ちょ、浮かやっててもらっていいですか。俺虫取りやってますわ、その間。ここだと花畑が見えて心が和むね。あ、心の問題ね。グラタと来た。よし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 。やっとか、長か。長かったね。はい、1、はい、もう1来てくれ。もういいて。もういいて、いいて、いいて。もういいて。よし、こう見てください、佐々木さん。3位、キャタピーですよ。もらいましたね。もらいましたね。いきましたね、これは。もう。なんでな、なんなん、ホルホースな、俺は。永遠の2番手なんか。よし、じゃあちょっと先に捕獲数を優先するために、僕も氷の方に行きますね。で、ここの下の草むらにグライガーが出るはずなんで、来た。僕、ゴマゾウ行きますね、じゃあ。いや、元気はないんですが、クラゲさんの優しさと、なんかに支えられてます。グライガー、飛び、サソリ、ポケモン。顔面めがけて飛んでくる。張り付かれた獲物が驚く。間に毒針を差し込む。あ、ゴマゾウは今からです。
うわ、逃げるとかあんの？うわ、怖くなっちゃったんかな、ゾウさん。絶対逃げちゃうんかな。ハイパーボールも出さないな。まあ、捕まえてくれるならそれで。あれ、うわ。クソか、このゾウ、ゾウさん、クソか。はい、よしよしよし、オッケーオッケー。ゴマゾウ、長鼻ポケモン。じゃれているつもりで鼻を振り回してくるが、かなりの力なので危ない。別心残りはあるよな。二人の捕獲数に追いついてないっていうね。確かに。ここ寝散られますね、気をつけてください。え、何お前ら。4時間やって捕獲数超えてない何してたマジで。なあ。何のための仮眠な。なあ。結果発表、バタフリーな。ああ、バタフリーとかクソ作やから。はい。2番、コンパンな。ああ、来た。ああ、来た。お前ら、やった。あやった。マジで嬉しい。いや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 。はい。はい。よっしゃ、来た。もしもーし。おはようございます。おはようございます。しまやかさんまだですかね。15時30分まで仮眠です。起こさないでね。このメールマジか、すげえな。もしもし、なんや大勢その。なんやねんそれ。おい、はよ出ろや。じゃあ、え、なんやねん、おいって。ね、お前一人勢いつけようとしと。早スカイプの方行ってろや。おはよう。おはようじゃないわ、ボケ。電話出た瞬間の第一声、何おう、来ましたーじゃないから。え、携帯はアマナモード？ああ。もう起きる気ないやん。ねえ、全部アラームモードにするん。寝坊するかもって思うやん。アラーム一発で起きれへんと思うやん、普通。なんで起きる手段をさ、そんな狭めるん。マナーモードの方が、振動でブイーンってなった時気づくじゃん。こう、ちゃんと胸ポケットとかに入れてるわけだからさ。その振動で起きようと思ったから起きたわけじゃん、この振動で。やったじゃん。電話2回目やけど。やったじゃんって、14分かかってますけど。起きましたけど。14分で起きましたけど。いやいや、遅刻してますけど。これがね、遅刻が1時間ぐらい経ってるんだったらめっちゃ遅刻したな、申し訳ないなと思うけど、14分とかだったらもう、15分の遅刻で僕は悪くないですって。悪くないです。する、悪くないです。それできる。俺はお前そんなできる。俺は何も悪くないです。人待たせてさ、いやいや、そんな遅れてないんだからなんで責めるのって言える。謝罪の言葉ひとつもないで。俺は声を大にして言うね。しょうがない。これぐらいの時間、こんなに寝てない状態でね、あんだけ制圧されたね、それこれぐらいの時間にもなるわ。まあまあ、落ち着いて落ち着いて。5月同州と言いましてね、敵同士であっても同じ船に乗ってる以上、この仲良くすることもあると。全くその通り。ましてお二人はね、この長らく友達だったわけですから。だっただからですわけですから。もう終わったわけです。よし、これでいいね。よしよし、ほなな。もしもし、聞こえてないよな、もう。しまやか見た、これ全然捕まえてへんねんけど、あいつら。3匹ってことある？4時間あって聞くねんけど。卵を任せてもらったらいいからとか言って、いや、メタモン1つ捕まえただけで なんでそんな強気に出れるのと思って。なんか来た。あっ、あっ、え、なんかすごいんだ。え、あ、やった。え、マジ来た。待て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 、見たか、お前ら。いやー、これがカリスマじゃい。